デリン・ダイアナ・フランコ・ステネイリは、パラグアイのアスンシオン出身のモデル、陸上競技選手。種目はやり投げ。陸上競技の傍ら、モデルとしての活動も行っている。自己ベストは2012年に、ベネズエラのバルキシメトで作った57メートル77。ウルグアイ人の両親の間に生まれた。16歳の時に、やり投げと三段飛べで、国内新記録を作った。 1999年2000年と南米ジュニア陸上選手権で銅メダルを獲得2001年には南米ジュニア陸上選手権で優勝した2004年には南米 U-23 陸上選手権で優勝している世界レベルの大会では2003年世界陸上競技選手権大会で24位 2004年のアテネオリンピックでは45人中42位となった。2007年パンアメリカン競技大会では12人中、最下位だったものの自己ベストを記録した。2008年の北京オリンピックにも出場したが45立方メートル4センチメートルで予選落ちした。陸上競技選手としてだけでなく、モデル活動もしており、2006年の ミスパラグアイコンテストでは準グランプリに選ばれた。ミスビキニユニバースページェントへの参加や、2007年にはカレンダーを出した。2009年12月14日には、ブレッチャーレポートで2000年代の美人アスリートの第6位に選ばれている。2010年8月23日のブレッチャーレポートでは、美人アスリートの第1位に選ばれた。ありがとうございます。